回はこちらです。前回の動画でフラワーモチーフを編みました。今回はこれをつなぎながら編んでいってブランケットにしようと思います。こちらの糸は海外サイトのホビーさんというオンラインショップから購入したTea Timeというとってもねカラフルで可愛いねグラデーションの糸を使ったんですが、そのTea Timeを2玉使って編みました。軽くねスチームアイロンを当ててモチーフの大きさは約12センチになっています。今回このモチーフをつなげながら編んでいく糸なんですが、こちらですね。めちゃくちゃでかいです。新生児の赤ちゃんくらい大きさがあります。We love yarn メガボールというね、糸です。このメガボールも、前にね、使ったことがあるんですが、100% アクリルで 400g、1200m あります。なんと 1.2km もあるので、めちゃくちゃ長い糸です。クラシックアクリルヤーンということで、めちゃくちゃね、手触りが良くて柔らかくて、すごくね、気持ちいい糸です。で、チャコールグレーと白と、迷ったんですが、今回はこのね、グレージュ、明るいグレージュっていう感じのカラーですね。ベージュとライトグレー、すごく明るいグレーが混じったような糸になっています。カラーナンバーは427番ですね。で、かぎ針の推奨は4から5ミリとなっています。こちらの糸を使って、このモチーフのですね、縁の部分もグラニー編みをしながら、全部ね、つなげていこうと思います。全部をつなげながら編んでいくんですが、こちらにちょっと図を描いてみました。まずスタートですね。スタートはモチーフの角から始まって、3辺グラニーで編んでいきます。で、3辺目を編み終わったら2枚目のモチーフに入って、この1枚目の3辺目とつなぎながら編んでいきます。そして、また2辺目、3辺目。3枚目で、2枚目の3辺目とつなぎながら、こんな感じでね、ジグザグと進んでいって、1列目をつなげ終わったら、2列目のモチーフの、下の辺の部分ですね。これを一気にダーッとつなぎます。そして、端っこ編んで3辺。で、またこの2枚目のモチーフと1枚目のモチーフの3辺目をつなぎながら、この間のところは全部つなぎながら進んでいきます。で、同じようにずーっと進んでいったら、最後ですね。一番端っこのモチーフの左端は編まずに残しておくので、ここをダーッと長く、長くですね、つなげていきます。そして、1列目の一番下の辺も残しておいたので、ここもダーッと長くつないで、スタートのね、角に戻ってきて、全部がね、つなぎ終わっているという感じにしていきます。これだとね、一気にずっとこう、一筆書きでね、つないでいけるので、これをね、今から、編みながら説明していこうと思います。こちらのモチーフですね。前回の動画で編み方を紹介しているんですが、8号の、5ミリの針を使いました。縁編みも同じく8号の5ミリの針を使って編んでいきます。はい、それでは編みつないでいきます。まず1枚目のモチーフですね。この角から始めます。私は糸端を切りっぱなしでね、残してあるんですが、この繋いだ部分ですね、最後。繋いだ部分の一つ手前の角から始めます。この角に針を入れて糸をかけて持ってきます。持ってきたら鎖3目で立ち上がって、この糸端は編みくるんでいきます。針に糸をかけて長編みを2目編みます。編めたら角の鎖を2目編んで、同じスペースに長編みを2目編みます。3目です。ごめんなさい。長編みを3目編んで、ブロックを1つ作ります。そしたら針に糸をかけて、長々編みのブロックと長編みのブロックの間にブロックを1つ編みます。長編みのブロックですね。長編み3目を編んだら、糸端を編みくるんでいるので、後ろにこのようにね、糸が渡っているんですが、次の段を編むときに、この糸も一緒に拾い上げて、この部分でね、後ろの部分、この上の部分で編みくるむので、目立たなくなります。では、ブロックとブロックの間に、グラニー編みですね。長編みの、ブロックを編みながら進んでいきます。今1辺目を編んでいるんですが、3辺目の角まで、このようにね、進んでいきます。そしてモチーフの糸端が出てきました。これもそのまま一緒に編みくるんで進んでいきます。で、今角なので、角には長編み3目、鎖2目、長編み3目の、角を作ります。3辺目の最後の方まで来ました。最後の角ですね。ここにブロックを1つ編み入れます。長編み3目。編めたら鎖1で立ち上がって2枚目のモチーフをつなぎます。この位置にね、ちょっとかぎ針が邪魔ですが、ここに、つないでいきます。鎖1を編んだら2枚目のモチーフも同じ向きですね。表裏を間違えないように、糸端の部分も、このつないだところですね。同じ位置にして、糸始末している方はどこの位置でもね、大丈夫だと思うんですが、同じ位置にして、このように裏と裏をね、合わせると、編みやすいかなと思います。鎖1を編んだ状態から針に糸をかけて2枚目のモチーフの同じ位置の角ですね。スタートした時と同じ角。ここに長編みを3目編みます。ブロック1つ入れます。1枚目のスタートの時はこの角。ブロック2個入れていますが、これはスタートの時だけです。それ以外は角のところブロック1個ですね。はい、入れ終わりました。長編み3目のブロックを1つ編めたら、1枚目のブロック。このブロックとこのブロックの間です。今編んだブロックと先ほど1枚目で編んだ3辺目のブロックをつなぎたいので、ブロックとブロックの間、ここですね。ここに針を入れて、糸をかけて、持ってきて引き抜きます。これでこのブロックとこのブロックがつながりました。これを繰り返していきます。針に糸をかけたら次のブロックとブロックの間、ブロックを編みます。長編み3目編めたら1枚目のブロックとブロックの間、ここに針を入れて糸をかけて持ってきて引き抜く。針に糸をかけてまた新しいブロックを編んで、ちょっとね持ちにくいのであっちゃこっちゃいっちゃって見えにくいかもしれないんですが、次のブロックとブロックの間、針を入れて引き抜く。そしてここにまたねブロックを編む。よいしょ。今見えやすくするために、持ち方がちょっとねもたついていますが、ブロック1つ編めたらすでに編んだブロックとブロック1枚目のところと引き抜きでつなげます。でこっちのブロックも糸端のところは編みくるんで、ブロックとブロックの間、針を入れて引き抜く。そして針に糸をかけて、最後は角ですね。角に1つブロックを入れます。こんな感じですね。ここからスタートして3辺目までぐるっとグラニーで縁を編んできたら、2枚目のモチーフもこっちのねグラニーにブロックを編みながら、この間のところでブロックとブロックの間に引き抜きをしながらつないできました。そして、今ね角に1つブロックを編んだので、こっちの角とちょっとつなげたいところなんですが、ここは、つながずに進んでいきます。次の2段目を編むときにここをね、つなげますので、ブロック、角に1つ編めたら、鎖を2目編んで、もう1つ、角にブロックを入れます。はい。こんな感じですね。ここの角と角は後からつなげます。ではですね、横のモチーフの枚数何枚にするか、それぞれね違うと思うんですが、私は6枚をこのようにしてつないでいこうと思います。あとはね、同じように繰り返し繋いでいきます。そして、最後のモチーフです。横一列の最後のモチーフは、3辺目までいかずに、2辺目、上の部分ですね。上の角まで編んだら、今度、2段目に行きたいと思いますので、私は6枚のモチーフの上の辺までね、繋いでいきます。はい。ではこれを繰り返しながらつないでいきます。はい、こんな感じでですね、1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目のところまでね、進んできました。2辺目の最後の角にブロックを1つ編み入れます。ここまでできたら、2段目に行くんですが、2段目はすべてのモチーフの下の辺だけをダーッとねつなげていきます。では2段目のモチーフに行きます。最後のモチーフの2辺目の角まで編んだら、またここも鎖位置をして先ほどと同じようにつなげていきます。針に糸をかけたら2段目のモチーフの角にブロックを1つ。そして同じようにつなげたい側のブロックとブロックの間に針を入れて糸を引き抜いてつなげます。針に糸をかけてブロックを編みながら引き抜き編みでつなげます。ちょっと見えにくいですね。つなぎ方は同じなので、進む方向を間違えないように編んでいけば問題ないと思います。つないできました。次、角ですね。角に長編みを3目。ブロックを編み入れたら、斜め方向ですね。すでに編んでつないできたこの角を残してありましたが、対角線。斜めのところにね、ある角に針を入れて、糸を持ってきて引き抜きます。そして、鎖位置をしたら、針に糸をかけて次のモチーフを用意します。はい、次のモチーフを持ってきたら、針に糸をかけて角ですね。角に長編みを3目。そしてまたブロックとブロックの間、針を入れて引き抜き、針に糸をかけてブロックを入れたら引き抜いてつなげてという感じでね、進んでいきます。はい。で、今ね、ずーっとこの新しくつなげていくモチーフの下の辺だけをつないで、残していた角も、対角線だけね、つなげながら、だーっとね、進んでいきます。で、ここですね、間、空いていますが、ここはまた後でね、こう、つないでいくので、とりあえず、新しくつないでいくモチーフの下の辺だけを、すでに編んだこのね、縁の部分、編みつないできた縁の部分とつなげながら進んでいきます。はい。またね、角まで来たので、角もう一度ね、説明します。角に一つブロックを入れたら、対角線。斜めのね、向かい側にある角の、鎖2目のとこですね。ここに針を入れて、糸をかけて引き抜きます。引き抜いたら、鎖を1回編んで、針に糸をかけて、次のモチーフをつなげます。角にブロックを入れて、ブロックとブロックの間に引き抜き編みをしてつなげる。はい、こんな感じですね。今はこのダーッとつながっていく2段目の下の部分をずーっとねつなげていく、編み方をしています。では今のように繰り返しつないでいきます。はい、一番端までね編み進めてきました。で、一番端のこの角だけはこちら側の端っこと同じようにねつなげたいと思うので、1枚目のモチーフの角ですね、ここに針を入れて引き抜いてつなげます。4枚が合わさる角同士は対角線上に引き抜いて留めますが、端っこの角のところですね、端っこの角同士は引き抜きで留めたいと思います。では2段目の下の辺のところをずっとつないできたんですが、このように向きを変えて引き抜き、1目で留めたので、鎖を1つ編んで針に糸をかけ、残りの角のブロックを編んで、今までと同じようにですねブロックを入れて進んでいきます。角にはブロック、鎖2目、もう一つ長編み3目のブロックですね。2段目のブロック、こんな感じでターンしてきました。下から来て、こっちまでね、3辺目まで来たので、角のところはブロック1つ、鎖2目でブロックもう一つ、そして、このね下のところに向かって進んでいきます。このように進んできて、最後角ですね。角すでに、1つブロックが入って前の段とねつながっています。長編み3目のブロックを1つ編み入れたら、対角線上の角ですね、まだつながっていないこの角に下から針を入れて、向こうのね角に針が出るように入れたら、糸をかけて抜きます。で、引き抜いたら鎖1をして、向きを変えてこっちの、残りの角を編みます。針に糸をかけて、長編みを3目。ブロックが編めたら、向こうのブロックとブロックの間に針を入れて、引き抜きます。こんな感じで、この角ですね。真ん中の角は、綺麗にね、つながります。針に糸をかけて、ブロックを編んだら、向こう側のブロックとブロックの間に、引き抜き編みで、つなげる。こんな感じでですね、あっち行ったりこっち行ったりでちょっと向きが分かりにくいかもしれないんですが、図にしてあるのでですね、このようにしてスタートから始まり、上の辺、左の辺で2枚目のモチーフの右の辺、この間はつなぎながら次の上の辺、この間をつなぎながらずーっと編んでいって、2段目の下の辺を全部つなぎ終わったら、またぐるーっと U ターンして同じようにですね、ずーっとつないでいきます。そして、このように4枚のモチーフとモチーフの角のところですね、ここは対角線上につなぐ。で、端っこのところは、1枚目のモチーフのこの角と次のモチーフをつなぐブロックとの角ですね。で、角同士つなげるという感じですね。はい。では、このまままた1段目をつないだのと同じように、ずっとここをね、つなげていって、角は、つながずに残しておいて、だーっとね、この行ったり来たりをずーっと繰り返して、一筆でね、全部をつなげてこようと思います。はい、54枚全部をつなげてきています。今一番上の段の上の部分をね、編んできているんですが、最後の角ですね、一番上のところだけは、角をね、つないで編んでいきます。はい。下をずーっとつないできて、こう回ってきて、次のこの上の角に来ています。この角のところで、1枚目くるっと回ってきた、この角のところに針を入れて、引き抜いて、鎖を1。そして、またこの角に、今までと同じように、長編み3目のブロックを入れていきます。で、次のね、ここぐるーっと来てまた戻ってきたときに、先ほどと同じように角をね、つないで編んでいきます。この上の辺だけですね。角と角のところ、つなげて編んでいきます。これが終わったら、左側に縦にずっと残っていた部分を編んでいきます。はい。ちょっと大きくて映りきらないんですが、最後の段の、上の部分ですね。こうジグザグとね、編んで進んできたんですが、この角と角をね、最終段の上の部分だけ、角と角を引き抜きで、つなげて編んできました。そしたら、残りは左側の縦のライン、ずーっと長く残っているんですが、この縦のラインと、それからスタートの一番下のところですね。1段目のモチーフの下の部分はまだ編んでいないので、この後は左側ずーっとまっすぐ編んで、一番下のモチーフのところをだーっと編んでいきます。はい。ではですね、この左側ずーっと編んでいくんですが、このすでに編んであるブロックとブロックの角同士ですね。角をね、ここ、作らないといけないんですが、これをどう編むか説明していこうと思います。向きを変えます。進んできたら、すでにクラニーがね、ブロックが上と下とでね、2つあると思うんですが、ここに角が必要になるので、鎖1を編んで、ブロックとブロックの間に鎖1でね、立ち上がったところがあると思います。ここに、間にですね、針を入れて引き抜く。そして、鎖を1つ編んで、残りのブロックを編んでいきます。はい、こんな感じで角がね、綺麗につながったと思います。次のところも同じで、ここまで、この角のところまでブロックを編み入れたら鎖1、そしてブロックとブロックの間ですね。この間のところに引き抜き編みをして鎖1を編んで、また次のブロックを編んで進んでいくという感じですね。このように綺麗につながるので、左側の縦のライン、向きは違いましたが、ここですね、ずーっと最後の縦のラインを編んでいきます。はい、ぐるーっと編み進めてきました。今ですね、このモチーフとモチーフの間のところも、同じように鎖1、真ん中に引き抜き鎖1で、ブロックをね、編み進めてきました。ここまで来たら、最後はつなげて出来上がりになります。細かいところで、ちょっとした編み方の違いとか、ね、端っこの角だけ留めるとか、一番上の段だけ角と角をつなぐとか、ね、左の縦のラインと一番底のラインの、角を作るときの鎖1、引き抜き鎖1とか、そういった細かいことはあるんですが、最初から最後まで一筆編みでずーっとね、繋いでこられるので、すごくね、簡単にね、楽しくつなげられるんじゃないかなと思います。はい、最後まで来ました。一番最初に立ち上がり鎖3をしたところですね。3目めに針を入れて、糸を引き抜いて、ここはキュッとね、引き締めておきます。これで全部が、編みつながりました。私は横6枚、縦9枚の54枚のモチーフを、つないできたんですが、この後まだね、こちらのメガボールも余っているので、あと何段かぐるぐると、このままね、外回りの縁をね、編んでいこうと思います。で、あとは好みだと思うんですが、この間の部分とかですね、どのようにつないでいくか、ちょっと説明して終わりにしようかなと思います。鎖3で立ち上がって、すぐ下のスペースに針を入れて、長編みを2目。で、角には長編み3目、鎖2目、長編み3目です。グラニーではなく全部ね、長編みで編んでいってもいいと思いますし、いろいろね、編み方はあると思うので、お好きなようにね、大きくしていくといいと思います。もちろんこの編みつないだ後ですね、外回り1段しか編んでいませんが、これで終わってもいいと思いますし、細編みでね、編んでもいいと思います。はい、モチーフとモチーフの間に来ました。こっちの角に2目、こっちの角に2目編み入れて、ここだけね、長編み4目のブロックにしようと思います。この角に長編みを2目、続けて次の角に長編みを2目、ここだけね、4目になるんですが、これでね、進んでいこうと思います。で、このようにして、グラニーでぐるぐるとね、もうちょっとだけ縁をつけようと思うんですが、次の段からは、ブロックとブロックの間は全部3目でね、ブロック編んでいこうかなと思っています。はい。で、今の段階でちょっと長さをね、測りたいと思います。はい。横ですね。横が82センチで、縦の長さが、約134センチありました。結構大きなね、ブランケットになっているので、お昼寝にもね、使えるんじゃないかなと思います。今回は、前回編んだモチーフのつなげ方を一筆編みでご紹介させていただきました。つなげ方はこれでね、完成なので、あともうちょっとね、編み進めようかなと思います。完成したら、またね、インスタグラムなどでお見せしようかなと思っています。よかったら参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。